どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら豪天の最強サブであるウィスキル使って遊んでいこうと思います。はい、あ、もう武器代用あるんで先に言っとくけどね。はい、もう今日はねウィスキル使って遊んでいこうと思います。このキャラですね、スキルブースト6個、指10強4つ、無効感熟成ボイスインのカゴ持ちです。はい、で10強4つ無効貫通でバカ強いのに、熟成でなんとね後半から全パラ2倍が乗ります。はい、こちらね、こちらですね、バトル5以降で全パラ 1.5 倍に、バトル10以降で全パラ2倍が乗る。さらに超覚醒インのカゴもあって、攻撃力が625倍の 3.5 倍の2の5倍とかいうね、バケモンみたいな攻撃力になります。はい、 35×625 だから2万倍とか出るんですよね。さらに全パラがこれ HP2.4 倍、回復2.4 倍乗りますから、耐久値もこのウィスキール一体でありえなく漏れるんですよ。これみんなが思ってる以上にバケモンみたいに強くて、今日はこの豪天最強サブであるウィスキールを使って極悪チャレンジを破壊していこうと思います。今日使う編成こんな感じです。はい、リーダー豪天です。属性吸収無効潜在にマシンキラー潜在、そしてこちらミケ継承ですね、ゼノソルバ武器継承です。はい、でポロネです。アシスト無効回復に HP 強化で、こちら、RAS ミル継承ですね。はい、でカラマンサクヤです。創作家耐性、毒目覚め耐性に遅延つけてあげて、こちら桜ミクつけてますが、もうサクヤはね毒目覚めさえあれば大丈夫です。はい、桜ミク継承です。でこちらスーリアです。回復強化4突に、こちら、バレンタインイデアル継承ですね。はい、で体こちらはビスキールです。インの加護上限解放、マシンキラー潜在に豪天武器もしくはワルリン武器つけてあげてください。ワルリン武器でも全く問題ありません。そう、あのなぜならですね、インの加護あるんで乾燥ゆでするんで、ワルリンで全く問題ないです。なんならワルリンでいいです。はい、わざわざ豪天使う必要ないです。でノアです。ノアじゃない。フレンドに関してはこちら豪天属性吸収マシンキラーに豪天武器継承って感じになっております。フレンド側は豪天武器で、リーター側はゼノシルバーで問題ありませんっていう感じの編成ですね。今日は実際にこちらの豪天編成にウィスキルを入れて遊んでいこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずは1階層でスーリア変身していきます。はい、でポロネ変身します。で豪天打ちます。はいはい、桜ミク打ちましょう。でからの豪天2枚変身していきます。で豪天打ちましょう。あ、豪天打ちません。豪天打たず温存して殴っていきます。はい、こんな感じで闇の豪さん組んであげて殴ってワンパンしていきます。豪天とウィスキーラー温存してください。13コンボで殴っていきましょう。ワンパンです。突破していきます。さあ続きまして2階層です。2階層はウィスキール使ってあげて全体攻撃入れながら殴っていきましょう。まずはウィスキール使います。まだウィスキール、ちなみに熟成は発動してませんが、 HP は 32.4 万ぐらいですね。熟成発動前でもまあまあこの編成 HP 高いっていう、まあ、ただまあまたこの後ね変わるんで。はい、じゃあこれでしっかりと闇の豪さん組んであげてワンパンしていきます。はい、こんな感じでウィスキール回復エンハンスもあるので、まあ十分な回復力で殴っていけます。さあ続きまして3階層です。3階層に関してはスーリアの力を利用してワンパンしていきます。でこの、 3階層初手って回復減少と弱冠エンハンスとか全部うざいんですよ。こんな感じでめちゃくちゃ食らうから。ただこれを豪天打ってあげてスーリア打ってあげることで、こんな感じで闇の豪さん含みながらワンパンしていけるっていう話ですね。14コンボ15コンボ組みましょう。16、17。さあこれでしっかりとワンパンしていきます。突破です。はい、で続きまして4階層です。4階層は1コンボ2回組みます。はい、1コンボ2回組んであげて、よいしょ。はい、そしたらここで豪天打ちます。はい、これで闇の3-3-3-3-14コンボ組んであげて、これでまずは超根性まで削っていきます。16コンボです。さあこれで殴り OK からの覚醒無効回復はパズル教室でしていきましょう。はい、覚醒無効回復じゃない、パズル教室しましょう。
でまあこの遠征パズドラパスマッチがあるので、なんと操作時間が衝撃の16秒あります。最強です。だから誰でも組めます。マジで簡単。よいしょ。コンボ加算とかはね特にないですけども、よいしょ、こんな感じで指延長があるおかげで16秒で余裕を持って組んでいくことができます。これで突破していきましょう。ワンパンです。ナイス。はおい、なにこれ。それやめてね、本当に。そこだよ。はい、あぶねえ、びっくりした。でウィスキール打ちましょう。で豪点打ってあげて、これで闇エルにセット組んでいきます。こんな感じで、でアシスト向こうを完封してあげて13コンボです。さあこれでしっかりとワンパンしていきましょう。突破です。アシスト向こう回復しながら倒していきます。突破です。で6階層です。ここはしっかりと豪点使います。はい、ポロネ使います。はい、ちゃんと闇の3セット組んであげてワンパンしていきましょう。ウィスキールね、ルーレットもすごい強いんですけど、ちゃんと火力出るんで、こんな感じで火力出るのもめっちゃ偉いですね。これで突破していきます。はい、で7階層です。7階層に関しても豪点打ってあげて殴っていきましょう。これで回復音消し含みながら闇にセット組んであげてワンパンしていきます。14コンボです。やべえ、スーリア打ち忘れた。スーリア次言うと、これで削り、豪点からのスーリア打ちます。はい、これで闇にセット組んであげて12コンボ組んでいきます。さあこのまま倒していきましょう。15コンボで突破していきます。スーパンです。そして8階層です。ここはまずウィスキール打ちましょう。でサクヤ打ちましょう。で豪点使ってあげてこれでワンパンしていきます。はい、闇の豪さん組んであげて突破していきます。14コンボです。でまあ16コンボ組んであげてこのまま倒していきましょう。ワンパンです。ナイス。さあ続きまして9階層です。来た、当たり。久々に光引いた気がする。ただまあ実は動画的にはウィスキールの方がいいんですよね。まあ、ワンパンしていきましょう。でちなみにそのなんで水のバルディンの方がいいかって話なんだけど、水のバルディンってさ半分時さ超暗闇めっちゃ作ってくるの分かります？で覚醒向こうからの超暗闇なんで回避のしようがないんですね。で基本的に水バルディン引いたら3ターン頑張って盤面整理して突破するんだけども、そうこの遠征ウィスキール入ってますよね。ウィスキールってドロレフがあるから覚醒向こうからの超クライム食らっても熟成発動でウィスキールで返せるっていう感じで、こっから熟成発動。最初皆さん HP が 32.4 万だったの覚えてますか？この遠征実は HP 32.4 万だったんですけど、あのもう今これです。はい、熟成2段階発動すると HP が38万5000になります。だから何回も言ってるんですけど、熟成はガチやべえ。 HP6 万上がってるんですよ、覚醒1個で。普通にバグじゃない？チーム HP 強化でそこまで HP 上がんないもんね、 5% アップとかだから。ただ熟成は1個積んであるこのね、あのウィスキールの熟成1個だけで HP が6万上がってるんですよ大体。とんでもないですマジで。
だからやばいの。この熟成っていう覚醒は本当にやばい。で、続きまして、エキナンサラです。ここは闇の列含む闇 3C、7C で突破していきましょう。5点使います。はい。これが楽でいいんや。絶対平積みの方が楽や、これ。これで闇列含みながらの闇 3C 組んで殴っていきます。11コンボです。はい。でもこれで5点全カーンストさせつつ闇列の火力でしっかりワンパンしていきます。突破です。ナイス。待って、若干エハン食らってたら怖かったな。まあでもしっかりワンパンできます。さすが強いこの編成。続きまして5点使いましょう。あ、もう最悪マジで。いいや、ウィスキル打ちます。はい。マジでミスるなこれ。やばいな。まあでも全然、あのウィスキールをとにかく先打ちすることを覚えておいてください。皆さんはこの動画見た方はね、まあ、全然あのなんとかなるんですよ。実は別にこんな感じで組むだけなんで。じゃあ何がウィスキールを後押しするかだるいかっていうと、パズルめんどくさいんですよね。とにかくウィスキール先打ちするだけでめちゃくちゃ楽なパズルになるのに、ウィスキール後押しするとめちゃくちゃパズルめんどくさいんで、そこだけ注意です。はい。これは闇の 4C 組んでワンパンしていきます。突破していきましょう。さあ続きまして13階層です。イデアルは正方形プラス火か火の十字入れつつ削っていきます。はい。めちゃくちゃな盤面悪いけどなんとかなる気がするんだよね。このやつ指が28秒あるんでいけると思います。この光全部もうあれにしちゃって左上に輸送しよう。余裕っすねマジで。こういうことか。だからいや、これで闇の向こう貫通含みながら十字組んであげて13コンボです。さあこれで HP も回復しながら半分まで持っていきます。で半分時 500% 攻撃なんで普通に受けれます。はい。でからのスーリア使いましょう。でこれで超クライムも完封してるんでめっちゃ楽で、5点打ちます。はい。闇の93組みながら回復音消し組んであげて14コンボ組んでいきます。さあこれでワンパンしていきましょう。突破です。ナイス。続きまして15階層です。ボス1はシールド割ります。はい。ただ昨夜がある場合はちょっと楽できます。はい。昨夜打ってあげて、でもあのアシスト向こう食らいたいんで1コンボ3回は組みますけどね。いや、なんなら待てよ、もうこのまま倒していいな。スキール使ってあげていいな、これで倒して、うん、アシストもたまんないし、いや倒そう。これで昨夜で回避してからスーパンしていきます。はい。いやマジやばくない、この昨夜の 20% グラビティがあるんで、このゴグレグス一発目にパズル頑張る必要とかないんですよね。普通にこのままスーパンしていけるっていう場が強い。オッケー、じゃあこれで殴っていきましょう。で、初手ですね。15階層の初手で、ウィスキールが打てるようにしてあげて倒していきます。突破です。はい。で続きましてボス階層です。ボス階層は初手ウィスキールからの5点打ちます。ウィスキールからの5点打ってあげて、これで闇の33で殴っていきます。14コンボです。はい。でこれでシールド1枚目ブレイクで、続きまして2発目もしっかり5点打ってあげてぶん殴っていきます。でここの消せないドロップですかに関しては
ポルネを打つことで対策可能です。はい、ポルネ打ちましょう。で5点打ちます。はい、 OK。 でもパズルミスだけはしないようにちゃんと回復恩義仕組んであげて14コンボ組んでいきましょう。 OK、 これでもう一回シールドを壊していきます。ナイス。ウィスキールの火力がそして強い。マジでウィスキール一生強いなこれ。で5点使いましょう。絶対回復恩返しを優先して組む。回復恩返しここでミスったらしょうもないからね。ちゃんと回復恩返しミスんないようにしていきます。はい、でこれでここも突破。でそしたらここで豪天からのスーリアか、スーリアからの豪天使って殴っていきます。はい、スーリア打ちましょう。豪天打ちます。はい、これで殴ります。いきましょう。よし、これでちゃんと回復恩返し組んで攻撃耐えれるようにしつつ闇の無効貫通全力で殴っていきます。はい、もうこれでウィスキールの火力も全貫通と豪天の火力も全貫通でまずこんぐらい削れます。はい、バケモン強い、バケモン強いですマジで。そしたらここでウィスキール使いましょう。ルーレットワーキーでからの昨夜打ってあげることで 20% グラビティを発動します。はい、これで根性を、超根性のラインを超えます。そして豪天使いましょう。じゃあラスト倒していきます。絶対こんなコンボいらんけど、はい、これでしっかりと闇の無効貫通含む全力コンボ組んであげて豪天全貫通とウィスキール全貫通とこの火力利用してしっかりと2パンしていきましょうという感じの編成でした。まあ、ということで今回ですね、豪天にウィスキールを入れて遊んでみる動画でした。まあ、スーリアは編成難易度高いですけども、それ以外ちょっと編成難易度低めなね、こちらの編成でもだいたい1周14分ぐらいで攻略できる編成になっております。はい、敵の引きによってはもっと速くなりますし、何よりこのねウィスキールとかいうキャラのねドロリフ回復エンハンスルーレット生成強すぎです。ぜひねこちら、使える人はね、使ってみてください。ということで今回は豪天編成にウィスキールを入れて遊ぶ動画でした。チャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。